You guys must be joking. Gather information and whatever. That's the only thing that they... It's like they don't even update it since the beginning. So I'm guessing there's certain characters. There's only a few characters. And they hint, right? They don't tell you where to go. They hint, oh, this is where you should go. And it's in yellow. Alright, so that's where we're supposed to go then. I don't know, I mean... If they're telling you not to go, it means you're supposed to go, right? That's how it works. Tōmeには見えてたけど、改めて近くで見ると本当にビルですね。まあ、ALO にダイブしてるのに、これが出てきたら驚くわよね。私は今、別のこういう世界観のゲームを遊んでるから、そんなに珍しくもないけど。え？シノノ、いつの間にそんなゲームやってたの？ちゃんと教えてよ。え？別にいいじゃない。近未来風の建物、廃墟。妖芸の FPS っぽいのと見た。キリト、あんたそうやっていつも予測するのやめてよ。しかも必ず当ててくるんだから、気持ち悪いったらありゃしないわ。すみませんでした。おそらくこれもブレインバーストの変遷だな。その変遷ってなんだ？前にもそんなこと言ってたよな。簡単に言うと、一定周期で起きるフィールドの属性変化だ。ただこの ALO では完全に変遷しているというよりも、元の仮想世界に半分混ざってるって言った方が正確なのかしら。自然豊かなファンタジー世界と廃墟がミックスされて、まさに混沌としたフィールドになってしまっているのです。これもそのペルソナバベルってやつがやったんですよね。しもべ、それは違うようです。メタトロン、いやー、何この子、すっごく可愛い。またそのように馴れ馴れしい態度。新顔が加わるたびに私はこのような目に遭うというのですか。メタトロンさん、今までどうしてたのです？世界の状況、この異変についてハイエストレベルから探っていました。全てを理解することはできませんでしたが、この2つの異なる世界が合わさった状況、それを仮に侵食と呼ぶとしたら、この状況を作り出したのは故意ではなく偶発的なものだったようです。偶発的？どうしてそれがわかるんだ？刻意の要請。この世界には新たなる情報に自動的に対応する神の力があると言いましたね。神の力？ああ、カーディナルシステムのことか。私たちの世界から流入し続ける情報に対し、神の力が対応した結果としてこのような景観となっているようです。データの流入、あの空の影から？そのようです。しもべたちの入ってきた場所は、いわゆる入り口専用。あの空間より私たちの世界のあらゆる情報が漏れ入り、この世界への侵食となっているのです。つまり、ペルソナバベルのせいではない？でも、そもそも入り口を作り出したのは、あの人なのかな？どうだろう。最初私は、確かにあやつに利用されたが、結果として今は敵対している。侵食を願っていたわけではなさそうだ。
そう考えると世界をつなげたことはバベルにとっても良策ではないわけか。私はあの影の成り立ちについてもう少し調べてみることにしましょう。ありがとうメタトロン。言っておきますが、これは別にしもべたちに手を貸しているわけではないのですよ。私自身も元の世界に戻るため仕方なく。あ、でもそれならさっき私たち見つけておいたわよ。え、師匠、それってもしかして。はい、さっき離脱ポータルがあったのです。そうか、それはよかった。向こうに戻る方法が見つかったのはひとまず安心だな。とはいえ我々はキリトたちに協力すると約束した。最後まで付き合ってもいいだろうか。うん、もちろんだよ。むしろお願いしたいところだわ。ありがとう。では引き続き協力させてもらおう。ねえお兄ちゃん、もうお兄ちゃんってば。あ、どうした？さっきから呼んでるのに。もう、ああ悪かった、つい考え事しちゃってて。その調子だと食事当番のこと忘れてるんじゃない？食事当番って、あ、ひょっとして俺の番か。ああやっぱしね、考え込むとこれだもの。いつものお兄ちゃんなら些細なことも覚えてくれてるのにな。ああそうだな、うん、すぐの言う通りかも。じゃあ質問、前回私が作った料理は何でしょう？もうサバの塩焼きでしょ。そうそう、あ、それ。ああこれだもんな。可愛い妹の手料理を忘れるなんて。悪いすぐ、お後に次はお前の好きなものにするから。しょうがないわね。じゃあ麻婆豆腐。お兄ちゃんの手料理って辛いから手加減してよね。こないだみたいに私好みの味付けで。ああ任せとけ。おお、やるね。I don't even know what they said. You know, they were talking, I wasn't paying attention. And that's pretty bad because now I don't know where I'm supposed to go. これで決めるわ。これで決めるよ。これにするね。What is that shadow? So I'm just trying to get the last pieces for my, the quest, man. The torn off tail. We've been in here, right? I don't remember. Because they all look alike to me.
Yeah, we've been in here. Okay, let's get out of here. I mean, there should be another cave. I don't know. I wasn't even paying attention to their talk. They were talking about the architecture of the, you know, how, the space, right? Like, there's no gold arrows. They don't, so they're not telling me where I'm supposed to go, which is really bothersome. It's like, where am I supposed to go? I don't know. Asuna-san, yappa sugoi desu. Eh? Ikinari dou shita no, Riho-chan? Atashi, itsumo omou desu. Sentou ni hairu toki ni Asuna-san, fudan to kihaku ga zenzen chigau na tte. Atashi, kendo yatteru kara sou iu no wakaru desu. Sou kana? Jibun ja zenzen ishiki shite nai nda kedo na. Sore ni hansha sokudo ja. 私よりもリーファちゃんが上だもの。頼りにしてるからね。私なんかまだまだですって。そんなことないよ。空中戦だとリーファちゃんには全然かなわないもん。そんなリーファちゃんに褒められると余計に気合入ってきちゃうな。おお、鬼に金棒ですね。それだと私が鬼ってこと？ひどいな。そんなつもりじゃ。分かってるって。了解です。よし、いい調子だ。頑張ってるね。Was that in the air or what was happening? Why does it seem like this is a boss battle? So I don't know what the ruins are for. Well, we might as well do our quest if I don't know what I'm gonna do. See.
成長したみたいだな。せい！Yeah, I really don't like how they don't tell you what you're supposed to do. I only killed 15 lizard men. あのドンパチやってるのも晴れゆきたちの仲間なんだよな。なんて言えばいいのかしら。基本的にはそうなのです。ただ私たちネバネビラスと休戦協定を結んでいるプロミネンスの王スカーレットレインは一人しかいないのです。つまりあれの片方は他の誰かが姿を変える能力を使っている。もしくはゴーストデータって感じか。私たちは会ったこともないからどっちが本物か全然見分けがつかないけど、知り合い、同じバーストリンカー同士なら分かりそう。そうですね、言動から見破れるかもしれないけど、そんな検証をじっくりしてる間に本物が殺されてしまうかもしれないわ。弾幕の中にもう一人見えるわ。赤いヒュかしら。レパード。おい、ネガビども。本物はこっちだ。わざわざ助けに来てやったんだから、さっさと加勢しろ。来んじゃねえよ。一緒に消し飛ばすぞ。って言ってますけど、どっちも穏やかじゃないね。よし、わかりましたよ。そうだな、察しはついた。え、本当？どっちが？
今でこそ黒と赤のレギオンは同盟を結んでいるが、ニコは誇り高いバーストリンカーだ。我々とライバルでもある奴がそう簡単に助けを求めたりはしない。だから偽物は助けを求めた方、お前だ。ニコ待たせたな。バカ来んなっつったろ。あの弾幕かいくぐるの危ないだろうが。でも見てるだけなんて無理だよ。俺たち仲間だろ。ついでに少しうるっ。黒いのどこであったら100年目てめえをぶっ倒す。貴様、偽物には違いない。ニコの記憶を持っている。一緒にすんじゃねえよ。私はてめえらと割合なんざ死んでもごめんだね。I didn't even mean to fight her. I mean, I was hitting the lizards. She just showed up out of nowhere. Leafa is dead? Oh, boy. That's bad. Leafa can't die. Somebody save Leafa.私の名を語ろうなんざ千年早いぜ。フローたちの助けがなければ勝利はきつかった。本当にサンクス。いやいや、そうだ、アバターチェンジはと。おお春雪、あたしらもそれ知ってるぜ。なんでか知んねえけど、ここだと手軽に変更できるんだよな。って。お前そのアバター、ここでもその豚なのかよ。うるさいな。ニコは見慣れてるだろ。ダメだ。ニコも早くこっちの姿になりなよ。ああ、笑い死ぬかと思ったぜ。まあそうだな。じゃーん、これが
ニコちゃんのアバターだ。どうだ、リアルと同様に可愛いだろう。私はこの姿になった。なんだよ、ハルユキ、ジロジロ見て。ふむふむ、それでは失礼して。うわっ、てめえ何いきなり足触ってんだよ、この変態変態豚野郎。やめろ。うわっ、蹴るなよニコ。僕はニコがちゃんと本物かどうか確かめるためにこうして。うるせえ、ふざけたこと抜かしてんじゃん。なんだこれ。何か見つけたのか。ああ、こっちの世界のアイテムみたいだぜ。どうやら偽物を倒したらドロップしたっぽい。名前はプロミネンス。私らのレギオンと同じ名前。重要なアイテムだろうな。よし、キリトたちに見せて相談しよう。キリト。ああ、この世界の住人で新たな仲間たちだ。皆頼りになる気のいい奴らさ。きっとニコたちも気に入るはずだ。紹介しよう。つうことでよろしくな。なあニコにパドワン、よろしく頼む。さて、これからどうするかだが。この草原フィールドはだいたい探索しちゃったもんね。ポータルはまだ町と草原しか動いてないし、他のフィールドにはどうやって行ったらいいんだろうね。そうだな、見落としてる場所や情報がないかもう一度よく見てみよう。